お相手の手持ちがこの夜猿、サンダース、ヤドラン、鉄の毒牙、銅海竜ですね。はい、今回は広角レンズを持たせた一家ネズミが強いよっていうことをお伝えしたいなと思ってます。まあ、広角レンズを持たせてある理由とかはね、対戦中に説明していこうと思うんで、とりあえず説明は後にして選出していきましょう。で、一家ネズミがね、今回のお相手みたいにノーマル技の通りがいいパーティー、まあ、例えば岩とか鋼とかゴーストが少ないパーティーに関してはもう圧倒的な制圧力を持っているので、まあ、活躍させられるかなと。この夜猿はゴーストタイプを持っているんでちょっと気になりますが、まあ、先発で大丈夫でしょう。で、あとはソードシールドにいなかったムクホークも今回育成してみました。まあ、シンプルなスカーフ型ですね。で、あとこっちも新ポケモンのクエスパトラなんですが、まあ、タスキー持ってるんでね、まあ、なんか使う場面はあるでしょうということで、この戦術でやっていきましょう。さて、お相手の先発がヤドランですね。まあ、この夜猿じゃなかったなら大丈夫。で、こっちは一家ネズミ、ノーマルタイプです。で、ヤドランって物理受けな感じのイメージあると思うんですけど、一家ネズミも物理攻撃をするポケモンなんですね。なんで、まあ、一見ちょっと受けられちゃう良くない対面に見えますが、もうここは迷いなくテラスタルとネズミザン選んでいきます。まあ、テラスタルが、もともとノーマルタイプの一家ネズミがノーマルテラスタルすることで一技の威力が上がるわけですね。1.5 倍から2倍に補正が変化します。で、その威力が上がったネズミザンをぶち込んでいくっていうスタイルなんですが、ネズミザン基本威力20の連続攻撃です。まずは1ヒット。で、2、3、4、5、6、7、8、はい、9回ということで、まあ、連続技としてはね、破格の最大10ヒットするっていう専用技なんですね、これが。うん。これがね、一家ネズミのアイデンティティというか、めちゃくちゃなダメージを出していく。物流系のヤドランすら突破できてしまうぐらいなので、結構ちょっとね、これすごいんじゃないっていう。で、連続攻撃技なんで、イカサマダイスを使わないのかっていうふうに思う方も多いかもしれないんですけど、これちょっと仕様が特別で、乱れひっかきとかね、つららばりとかだと、イカサマダイスの方がいいんですけど、今回はトリプルアクセルと同じ仕様で、まあ、ヒットごとに、10回の連続ヒットごとに命中判定があって、外れた時点で、ね、終わるっていうシステムになってるんで、なんで命中率上げた方が強いんですね。命中90のネズミさんがこれで命中 99% になるので、後続の鉄の毒牙に対しても、1ヒット、2ヒット、で、3、4と、うん、命中99なんで、上さえ取ってしまえばもう圧倒的なスピードとパワーで押し切れてしまうと、うん、鉄の道具が2匹でも余裕で倒せちゃうぐらいの火力がありますね。はい。というわけで、まあ話が戻りまして、うん、広角レンズで命中率を上げた方がヒット数が安定して、まあ 99% の確率で当たるんで、10フィットする確率も 90% ぐらいあるよっていうことですね。で、連続技なんでね、これ マルチスケールとかにも強いんですよね。海流の特性マルチスケールも、まず1ヒットで破って、2、3、4、5、6、7ヒット。はい。で、もう突破できてしまう。そう、マジで岩とか鋼とかゴーストタイプで受けないと、もう止まらない。当番相手ならもうこの技打ってるだけで勝てちゃうぐらいちょっとぶっ壊し性能があるので、ちょっとね、今回はこの広角レンズ一家ネズミやっていきたいなと思ってるわけですね。紹介できればいいなと思ってます。はい、じゃあ続いて2戦目、相手が鉄の包み、ギャラドス、ミミッキュ、モロバレル、ヒートロトム、ハッサム、ゴースト、ミミッキュしかいないし、うん、まあ、一家ネズミで大丈夫でしょう、先発。で、後続をどうするかですけど、まあまあまあ、タスキも持ってて、ミミッキュと相性いいクエスパトラ入れて、うん、まあ、3匹目はムクホーク。そう、結構ね、クエスパトラも面白いポケモンなんですよね。ちょっと次回はクエスパトラを、フューチャーした動画を入れたいなとは思ってるんですが、はい、対戦よろしくお願いします。相手の初手は鉄の包み、鉄の包みか、ミミッキュじゃないだけいいけど、ちょっと素早いんですよね。素早さめっちゃ高いので、確か136とかだったかな、種族値が。で、一家ネズミ111族なので、上は取られちゃうとは思うが、まあまあ一撃は耐えると思うんで、一撃耐えれば等倍でも、まあまあまあね、
ネズミ算でいけると思うんだが、クイックターンでここは戻られてしまう。トンボ返りと同じで、ポケモン交代する技ですね、攻撃しながら。なんで、後続にネズミ算入れられるかな？ミミッキュじゃなければ大丈夫。モロバレルならいいか。奉仕じゃないよな。再生力だよな、普通のモロバレルは。さあ、ネズミ算、1、2、3、4、5、6、7、8、9、しっかり10ヒットで急所にも当てていく。いやでも、等倍で耐えてくるのさすがだな。多分これ HB ぶりじゃないのか、このモロバレルは。こんな等倍で耐えるポケモン初めて見たまであるぐらい。まあまあでも押し込めるよね。受けられてないので、これ。引っ込めざるを得ない。誰で来るんだ？あー、なるほど。ハッサムか。まあまあ、ハッサムで半減で受けるしかないもんな。で、ネズミ算1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ヒット、半分で、しかもお盆あるか。いや、いけるか、この減り具合。いけるのか、もしかして。テラスタル切ればいける？いけるな。行くしかないな、これ。行くしかないわ。もうテラスタルネズミ算だ。テラスタルすれば、補正が 1.5 倍から2倍になってるので、かなり微妙なラインだよな。半分ちょい削れてるなら、いけてもおかしくないんだよな。うわぁ、これでいけるのかな？いけると信じたい。いやぁ、でもバレパンやばいか。耐える？よし、耐える。いけ！いけ、一家ネズミ！テラスタルネズミさん！いけ！ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、いけ！いったー！マジか！いったぞ！ちょっとね、半減でお盆持ってても受けられないの？この技。やばくないか？これ。いやー、これ、いやでも逆に引くな、これマジで。半減で使われたらどうしようって感じだな。ゴーストライプ入れとかなあかん？まあ、次が鉄の包み。後続のモロバレル、まあ、クエスパターと向こうなら突破はできるとは思うけど、ここはでも一カネズミ残してもいいのかな。モロバレルの処理、まあ一応残しとくか。クエスパトラはここ気合のタスキ消費してでも、まあなんとかいけるところじゃないかな。ここでクイックターンで引いてくれる。ああ、ならもうバッチリだね。この後、クエスパトラは夢特性がなんと加速なので、この後モロバレルを突破している間に加速で多分鉄の包みより素早さ上回るはずなので、単エスパータイプなんでね、クエスパトラ。なので、ここは、ルミナコリジョンタイプ1のエスパー技でさすがに突破できるはず。多分、モロバレルさっきの感じで HB だと思うんで、いくら、ちょっと火力はちょっとその分低いんですけど、クエスパトラ。素早さも高い分。ただまあ、十分タイプ1のエスパー技なら倒せると思う。さあ、どうだ？モロバレル再生力でしっかり体力回復してるけど、半分ちょいならね。威力80あるからね。そう。ナイス。これで落とせれば加速も入って、もう止まんないっすね。もう加速とこのルミナコリジョン、追加効果も優秀なんで、ちょっとね、ぜひ、ルミナコリジョンの動画というか、クエスパトラの動画も撮りたいなと思ってるんですが、で、鉄の包み、まあ、上間違いなく撮ってるはず、こだわってないよな。さっきの動きはちょっとこだわりっぽさも感じてるけど、あ、いいね。よし。ルミナコリジョンが入る。耐えられるか。まあ、でも、特防が下がる。2段階下がんでね、これ強いんですよね。で、糸瓶はさすがに耐えられない。さて、で、ただ、もう命の玉で、削れるか。ナイス。よし。これはね、ちょっとでも、ハッサムでも受けられないし、モロバレルでも受けられない。ちょっとこれ、ネズミ算エグいんじゃないかっていう動画になっちゃいましたけど、まあ、いい感じでしたね。はい、というわけで今回は一家ネズミの動画でした。背景には今回育てたポケモンの構成を載せてます。まあ、またね、新環境の対戦動画とか、いつものゆっくり実況とかゆっくり解説とかも作っていこうと思ってるんで、この投稿者嫌いじゃねえなと思ったらチャンネル登録とか高評価をしていただけるとすごく嬉しいのでね、よろしくお願いします。はい、それじゃあ今日はこの辺で。